ートレース小島5日間の男女混合戦マクール杯、波乱続きだった昨日の順位を勝ち抜いた6メンバーが水面上に登場。第12レース優勝戦です。1号艇には桐本康富、2号艇には堀之内清子、3号艇には秋山博一、4号艇には松尾隆明、5号艇には東本勝俊、6号艇新井照俊、以上6選手の対戦は12レースのファイナルです。1、2、3、4、5、6、枠番通りの並びとなっていきます。前走実に続いての連続ファイナル、久々の V を狙います。高枠番で登場、1番人気1号艇の桐本。2コース昨日の陣営は2コースか差し切り勝利、その再現になりますか2号艇地元の堀之内。センター3コースシリーズ初戦は6着も、それ以降はしっかりと立て直しました3号艇の秋山。4コース下げて F 持ちながらも持ち前のスタート力、そして気力を十分に生かした今シリーズでした4号艇松尾の角戦。5コース直前のゴールデンウィークに続いて連続優勝なるか5号艇の東本。最アウト6コース、今節はモータの立て直しに苦しむも月はあります6号艇地元の新井です。3対3枠番通りの並びとなりました。第12レース優勝戦、インコースから1番2番3番ダッシュスタート、4番5番6番です。今スタートしました。インとカード、コースアウトは1号艇桐本、4号艇松尾、カードから出ていく、ぐんと4号艇の松尾をまくる、内から応戦する1号艇の桐本を切り込んでは6号艇の新井と、さらには3号艇2号艇旋回しておりますが、踏ん張って残した1号艇の桐本、2番手は3号艇6号艇並走、内は3号艇の秋山、外6号艇の新井、後方3艇は4号艇2号艇5号艇、一緒にコーラーの旋回、優勝戦スタートは正常、トップ旋回1号艇の桐本、2番手は3号艇秋山、握った6号艇の新井は流れる、内はついては4号艇5号艇の松岡旋回ですが、先頭は1号艇の桐本、2番手浮上は3号艇の秋山で、3番手が6号艇の新井、上田家は1番3番6番、レースは2周目と移っております。1枠の旋回は先頭1号艇の桐本康美、2番手が3号艇の秋山博一、3番手の向こう締めと折り返した6号艇の新井照俊、上田家は1番3番6番の台形、4角からレースを作った4号艇松尾、現在4番手、その後方5号艇東山と2号艇堀之内並走、レースは2種に枠の旋回です。先頭人気の中心1号艇の桐本康美、2番手が3号艇の秋山博一、3番手が6号艇地元の新井照俊、上田家へ落ち着いて1、3、6、レースは3周目と移っていきます。トップスタートは4角4号艇の松尾、コンマ1レー1周1幕角から攻めようとしましたが、インからしっかりと受け止めたのは1号艇の桐本康美になりました。2番手が3号艇の秋山で、3番手が6号艇の新井、上田家は1番3番6番の台形、2連単1、3の組み合わせは 4.6 倍、3連単1、3、6、39.4 倍を示しております。今年初、通算25回目、この小島は初制覇ということになります。先頭1号艇の桐本、2番手が3号艇秋山、3番手6号艇の新井で間もなくゴールインです。先頭1番桐本康美、優勝のゴール、2着は3番の秋山、3着6番の新井がゴール、4番松尾、2番の堀之内、ラスト5番の東本ゴール。以上、小島第12レースでした。